月岡工業とは、明治時代から大正時代にかけての浮世絵師、日本画家、農藩画家として知られている。都の西木ろい明治三十四年。工領画。月岡義都市、小形結構及び松本風子の門人。聖はハブ、後に坂巻、名は弁之助。坂巻は母方の姓である。東京日本橋の旗小屋大宮を営むハブ全米と、母。 坂巻康氏の次男に生まれる。はじめ12歳で、横浜で輸出品を制御とする、おじの区内林谷に、陶器の絵付けを3年間学び、さらに、東京府画学伝習所に入って、結城正明にも学ぶ。明治20年母の大河義利と再婚をしたため、義利の門に入りとし旧都合し、ついで明治22年頃大型月光に支持資行量の名を、なお、 松本風子に支持し古藩の名を受けている。明治23年日本美術協会に半言構図を出品し、法上、以後毎年展覧会に出品ししばしば賞を受けている。明治27年、日清戦争のあたりから、西木絵も手掛け始め、農学関係の作品を多く描いた。浮世絵といえば、歌舞伎役者絵が主流を占める中、能、通る、二人静か。 厚森などの舞台風景に取材した農学画を描いており、水彩画のような表情を持ち、上質な紙、絵の具、金銀霊をも使用する贅を尽くした優美な作品が多い。木版の農学絵、農学百番や農学図絵、農学体感が有名である。また肉筆でも人物が花鳥画を得意とし、実月会や日本画界などに加わり活躍した。 明治40年の文典解説時には、旧派の聖派同士会に参加している。明治44年頃母親の遺言により、岐阜の吉都市の後を継ぎ、月岡の姓を名乗る。昭和2年、宇都宮の農部隊開きの帰りに倒れ、同年2月25日死去。去年59。墓所は、東京都新宿区新宿の潜伏寺。法名は、天章院校領なお、 少女の月岡玉泥も農画を得意とした。弟子に松の金で冬など、明治大正期に活躍した農画の名手であった。高領には農学を題材とせる絵画と題して、大正元年10月の初画骨董雑誌に農学絵について語った一文がある。それは農学絵は脳の決まりを守らなければならないが、細部にあまりこだわるべきではなく、 写生一点張りではいけない。自分が脳画を描くのも脳の持つ天がな趣味に強く惹かれるからだと脳画における誇りを込めて語っている。ありがとうございます。